南夢、藤沖大高校の1年生です。元の世界では怪獣と戦ってたこともありましたけど、今度は感染として敵と戦うことになるなんて。でも私にやれることはできるだけやりたいと思ってます。こんにちは、南夢です。いろいろあってこの世界に来てしまいましたけど、こちらでは従順として艦隊で力になれるよう頑張りますので、これからよろしくお願いします。あ、おはようございます。今日は何から訓練します？指揮官さんは遅刻しそうになることないのかな？私のことを知りたい。まあ聞かれれば話しますけど。いらっしゃい、指揮官さん。何か私に話があったんですよね。とりあえずその辺適当に座ってください。ここではセイレーンって敵と戦ってるんですね。どんな世界にも戦わないといけない相手がいるんだな。指揮官さん、あの大きなひよこ、え、あれまんじゅうって言うんですか？確かに形は似てる。私今歌ってましたか？あ、指揮官さんお帰りなさい。すごいですね、その書類の束。何か手伝いましょうか？あ、知恵の輪。あ、いや得意なわけじゃないんですけど、前にちょっとやってたことがあって。人の多い場所ってあんまり得意じゃないけど、ここの人たちはみんな優しいし、ちょっとずつでも慣れていけたら。アクセスモード、ダイナウィング。ダメか、やっぱ偽装が似てるだけだよね。あー、集合時間に遅刻する。ちょっと何ですか？待って。くしっ。残りの任務早く終わらせた方が良くないですか？任務まだ残ってたんですね。私にできることがあれば言ってください。任務完了したみたいですね。じゃあ私は一旦これで。任務終了ですね。よくできました。手紙が来てましたよ。机の上に置いてるんで早めに読んどいてくださいね。お帰りなさい、指揮官さん。次の戦いに備えてちょっと休憩とかしときます。ごめんなさい。敵ですか、指揮官さん？え、違う？じゃあなんでここに？今度はどうしたんですか？あ、そのぬいぐるみ私のだ。ありがとうございます、指揮官さん。どこの世界にもいろんなルールや規則があるけど、それにこだわってたら守れないものもある。そう思いません？この世界はまだちょっと慣れないけど、少しでも自分にできることをやりたいから、これからも器用じゃないなりに頑張ってみますね。あの、次のお休みって時間ありますか？ここのこと改めてちゃんと知ろうと思って。できたら指揮官さんに案内してほしいんですけど、この先も戸惑うことはたくさんあるだろうけど、私にできることはまだ残ってると思うから、これからもどうぞよろしくお願いします。あ、委託のみんなが帰ってきた。うん、私も前に進める。アクセスモード。あ、違った。
間帯だ。行こうみんな。よかった、間に合った。みんなの心を一つにできたね。うっそ、全然やばい。みんな一旦撤退しよう。なんとかビーム。私は大丈夫。いい景色。母校全体が見渡せるし、海もキラキラ光ってて。あれ、指揮官さんも一緒に見たいんですか？朝日が眩しい。今日もいい日になるといいな。この花、なんて名前なんだろう。指揮官さんは知ってますか？母校の子たち、みんな楽しそう。私もちょっと混ざってみようかな。指揮官さん、一緒に来てくれますか？あ、気をつけてください。ここ天井低いので頭をぶつけちゃうかもしれませんから。ここからだったらいい写真が撮れそうだけど、天気がいいから逆光になっちゃうかな。そろそろ降りようかな。あ、手を貸してくれるんですか？ありがとうございます。え、急に変なことしないでください。もう待って。くしゃ。残りの任務早く終わらせた方が良くないですか？任務完了したみたいですね。じゃあ私は一旦これで。手紙が来てましたよ。机の上に置いてるんで早めに読んどいてくださいね。お疲れ様です、指揮官さん。帰ってくるところ見えてましたよ。ごめんなさい。敵ですか、指揮官さん。え、違う？じゃあなんでここに？今度はどうしたんですか？あ、そのぬいぐるみ私のだ。ありがとうございます、指揮官さん。どこの世界にもいろんなルールや規則があるけど、それにこだわってたら守れないものもある。そう思いません？この世界はまだちょっと慣れないけど、少しでも自分にできることをやりたいから、これからも器用じゃないなりに頑張ってみますね。この先も戸惑うことはたくさんあるだろうけど、私にできることはまだ残ってると思うから、これからもどうぞよろしくお願いします。あ、委託のみんなが帰ってきた。うん、私も前に進める。アクセスモード。あ、違った。よかった、間に合った。うっそ、全然やばい。みんな一旦撤退しよう。なんとかビーム。私は大丈夫。反対だ。行こうみんな。なんとかビーム。イーステッド、ドミネーション。ドミネーション。
みんなの心を一つにできたね。この先も戸惑うことはたくさんあるだろうけど、私にできることはまだ残ってると思うから、これからもどうぞよろしくお願いします。この先も戸惑うことはたくさんあるだろうけど、私にできることはまだ残ってると思うから、これからもどうぞよろしくお願いします。